我が名をその胸に刻むがよいすべての頂点に立つ者ベルゼビュー殿なおさあ見せてみろお前の力 <laughs> なぜだ素晴らしい。 なぜだラバレイ隊長なぜあなたがあいつがすべての元凶よあんたたちがヘルヘイムに行ってしまったのもジャンヌが悪魔になったのもすべてこの男が仕組んだ嘘それだけじゃないこの男は神も悪魔も人間も全部騙してバハムートを復活させたのよ <laughs> なかなか理解がよろしい

悪趣味な魔術でこれまでに数えきれないほどの命を奪ってきた賞金首。賞金首ええ。バッカスの情報だけど、間違いなさそうね。こんなもの <laughs> 君たち、少し静かにしてもらえないか。<laughs> 世界が終わるこの瞬間を味わい尽くしておきたいからな。貴様は <laughs> 聞こえなかったかな離れなさい<っ>静かにしろと言ってるじゃないですかにしてもこよいの刃はよく切れるその顔… <laughs> 一度きりの大事なイベントが今、目の前で行われているのですよ 世界の破滅…なぜこの素晴らしい時を楽しめないのですかえ、せ <laughs> ああ体が安定していないな… <laughs> 失礼…ちょっとやばい薬の飲みすぎじゃないかしら…お互い不憫な体だな… 君はどうにも落ち着きがないな。いそんなに暴れたければ親友に相手をしてもらいたまえどうしようもう解毒薬ないんだけど。 我の魔力より生まれしアミラ、それをよりしろとした復活。なぜバーブと操れぬあのレマルジ？狩りは返したぞ。狩りは返したが。 死にたくないまだ死にたく。くお助けください。 リタファバロとはここで決着をつける手を出さないでくれあ,あんたそんなこと言ってる場合じゃないでしょ あっ! <laughs> <laughs> なかなか面白い余興だったな。一つ忠告しておく。<laughs> お前も賞金首ならもっと警戒心を持つべきだ。例えば。シールソーケトムあっあっああ 元賞金稼ぎの騎士がつける、この腕輪とかにな あんた、いつから元に戻ってたのカイザルにきつい一発を打ち込まれた時からだ。何よそれボーガンの矢の先に仕込んでおいたのだ。リタが落とした、解毒薬を拾ってな。あとはバレねえようにカイザルと口裏合わせて、一っちょ上がりだ。さすがに腕を切ることになるとは思わなかったが。あの大嘘つきを騙すには。 それくらい必要だだからって本当に腕を切っちゃうなんてバカよ、うん、よくやったな <laughs> お派手にやられたなあ,あそのイカレ野郎のせいでな報酬は弾んでくれるんだろもちろんだその日のうちには使い切れねえくらいになそいつは楽しみだけどうん？まだ飲みには行けそうにねえなアーミラ長か これは俺が蹴りをつけなきゃならないみたいだからな <laughs> 腹を決めたってわけだな私も協力しようあんたその怪我で行けるわけないでしょカイザル俺はアーミラを殺す <laughs> お前こんな時に何を冗談言って。 たとえ冗談でも許される言葉ではないぞバハムートと一つになったものを切り離すことは二度とできない。奴を止めるには、アーミラを殺すしかないんだ。何か方法くらいあるだろう探したのか。森にいたドラゴンのじいさんから言われていたんだ。他に方法はない。エンシェントフォレストドラゴン。 そんな、私は必ずアーミラ城を救い出すと誓ったんだお前には殺させない私が必ず生きて連れ戻してみせるまあカイザルもうこれ以上あいつを悲しませたくないんだ俺たちの手で止めてやろうぜバッカスあそこに行きたいんだなんか方法はないかな しょうがねえな、ハンサ、はい。お前が運んでやれ、ハイ<わ>ー待て <laughs>、私も行く。気が変わったか。違うアーミナ城をバハムートの呪縛から解き放つためだそんじゃ

ダメです近づけません諦めるな行けこ <laughs> わっこわったじゃこわっちゃせめて少しの間動きが止まればあ、あれは… <laughs> いけるぞ すまん。 Ya oh. せなあにらうなって。<laughs> アミラ。やっと来た。ああ忌々しい尻尾、まだ取ってもらってないからな。<laughs> 嘘今の話しアミラ、お前のピンチにはいつだって俺は駆けつけるこれまでもこれからもな。嘘。嘘じゃねえけどお前の母ちゃんは悪かったな。助けられなくて。 うん、あの時、抱きしめたあの時、お母さんわかってくれたマジかパパの言う通り <laughs> まあな、まあ、<laughs> なあアミラ今度はヘルヒームなんかよりもっと面白いとこに連れてってやるからな <laughs> お前に見せてやりたいもんがいっぱいあるからよ嘘 嘘じゃねえ。ほら、俺の目を見ろ。うん。 ありがとう、ファバーロ。なんか、やばくない

ファマロー 騎士カイザル、副官として号令を本日は新たな王の即位式であるこれよりオルレアン騎士団はその警護任務にあたるカイザル隊はまだか <laughs> バハムートに世界が滅ぼされそうになった時伝説の騎士が現れてどっか違う世界に追っ払ったんだろうもしかして死んじまったのかな いやバハムートは死んだりしねえ永遠にきっとまたいつか現れるだろうよ生きてるよ風はどっちに吹いている明日だ 貴様に借りを作ったまま生かせるか